今日はですね、こちらの4355なんですが、ちょっと位置決めを詰めてセットしてみました、オーナーさんの希望はボーカルを聴いた時にセンターがビシッと出るっていうのが希望だったものですから、モノラル音源でこのちょうどセンター位置でピンポイントに決まるように調整しました。ですから顔をこうやって動かすとなんかセンターがずれるなっていう感じまで追い詰めました。ですからちょっと内振りになってスピーカーも前回よりは少し前に出ております。じゃあちょっとボーカルの音源を流してみます。If I expected love when first we kissed, blame it on my youth. If only just for you I did exist, blame it on just like a child of three. You meant more than anything. All the world to me. If you were on my mind both night and day, blame itOn my youth. If I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. If I cried a little bit when first I learned the truth.When first I learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my youth.という感じでした、音源の方はベストボイセス5の、6曲目になります、それからあと3日後にこちらのスピーカーの専用スタンドが完成しまして、当店の作っているこのドライカーボン
のインシュレーターをスタンドとスピーカーの間にかませてこちらをセットしますので、この養生ふにゃふにゃの養生ボードとこのフラフラの台車のセットの上で今これぐらいの音が出ているんですけど、その専用のスピーカースタンドができまして、こちらのインシュレーターでセットすればもっとこう澄んだというか空間が広がるような音になると思います。またレポートします。